はい、かな12月号ですね。ちょっと真ん中の行書いてみましょうか。真ん中の行をしっかり墨をつけて書きます。スタートですね。おば、この代償をつけると行のね流れが良くなるので、代償をつけることで行の流れが良くなります。潤滑つけることで立体感が出るので、墨つけたところとですね、最後のこの行なんかはもうそのまま行くもよしですね。奥もの増加し、純筆活筆意識しながらね書くようにしてみてください。はい、続いて天つかぜ雲の通い字ですね。天つかぜのこの部分を墨をたっぷりつけて、天つかぜですね、勢いという字です。天つかぜ雲の指を伸ばしておいて息長く書いていきます。雲の火曜日地木戸城、まあ、ここで墨つけた時にちょっとその密の密ですね、密集させる分木戸城用ですね、墨たっぷりつけてこんな感じになります。乙女の姿しばしと止め、まあ、純筆活筆墨のつけるところですね、気をつけながら指を使ってゆったり大きな運動ね、息長く姿ですね、まあ、こんな感じで息長く書くようにしてください。はい、続いてこちらもこれ奥の細道ですけど、まあ文章の切れ目をちょっと意識してもらって墨をつけるんであれば、例えばここで墨つけようと思ったところを少し小さめにしてね、小ぶりにしてもらって、一本の背中に太い細の変化をつけるですね。さすがに、まあ、中心意識しながら、しかもゆったりしたリズムで、で墨つけたところはどこでもいいのでね、まあ、くの字とか逆くの字になるようにね、墨が並ばないようにね気をつけて墨付けしてみてください。